ございます。めっちゃ寝て、朝です。朝じゃない、昼だ。暇なんで、ちょっと、パソコンとかだけ持ち出して、政府への方に軽く買い物に行って、そのままちょっと、ホストファミリーの家に遊びに行きます。とりあえず、せっかくなんで、こっちのよく行くスーパーの風景映しておきます。前回来た時と違って、iPhone の新しいやつなんで、撮影がめっちゃ楽。とりあえず、水でも買っとくかな。ボトル持ってきたんですけど、あんまりエアビー泊まったところそんなに綺麗じゃないんで、ぶっちゃけ何でもいいんだけど、この辺で行くか。昨日はパジャマパーティーでめっちゃ食べたので朝お腹全然空いてない。あ、アリゾナティーがある。無事水買いました。だいたいこれで1ドルぐらい、クラブメンバーで1ドルぐらいで買います。この今ちょうど後ろに映ってるのが僕が今泊まってるエアビーの部屋です。部屋ってか家ですね。さっきシャワー浴びたんですけど、2階にバスルームがあって、で、その2階に上がるときに1人泊まってる人に会いました。で、昨日会った人は別だったので、まだ部屋で寝てるか、もしくはチェックアウトしたかどっちかなんですけど、今のところ、まあ日中もずっと家にいるのは僕とそのなんか若い男性1人って感じですね。まあエアビーはぶっちゃけ個人の家の貸し出しで、かつプライベートルームだけ貸し出してますっていうようなところは、めっちゃは期待しない方がいいです。これは多分ホームステイと一緒で当たり外れが結構あると思うんで、まあ僕あの部屋使ってましたけど、まあなんかバスルームも含めて考えると結構、まあ女性にはまずおすすめできないし、まあ男の人でも嫌な人は嫌なんじゃないかなっていうような感じの、まあちょうどいい汚さって感じで言いますかね。まあおかげで僕は安く泊まれてるんで別にいいんですけど、治安は多分この辺は大丈夫です。あの住宅街なんでですけど、まあ綺麗かどうかで言ったら、まあ、実際にレビュー見る限り、あのあんまり綺麗じゃなかったって言ってる人もいたので、まあそれなりって感じだと思います。まあなのでおすすめはドリキンさんたちが使ってるみたいにエアビー丸々貸し切りみたいなのが多分一番高いんですけど、まあ綺麗さとしてはベストだと思いますね。ちなみに今日の T シャツはガジェタッチ T シャツです。この前のガジェタッチマックスで買いました。で、結構暑いんですけど、今16度です。昼で16度っていう感じで、最高気温今日18度ですね。まあクリスマスですよ、まあ、これが、まあ、カリフォルニアのクリスマスなのかな。ここまで暖かくなかったような気もするんですけど、今日はちょっと結構暑い日だと思います。Kids first. If they want their secret Santa gift, they need to come over here. Kiki, Michael, Josiah. Yeah, start to clap. And I start to clap.